あの光は何だ。わかりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやる。大きなキューブだけど、こんなの体に戻るの？そうだな。おっとっと。そんなのどうやって体に戻すの？さあな。俺もキューブが戻るところは見たことがないから。食うのかな。こんな量食えねえぞ。おっとっと。それにあんまりうまそうじゃねえな。さすがに食わねえと思うぞ。とにかく一度戻りましょう。考えるのそれからよ。それにしてもさっきの移行。ずいぶん雷の研究が進んでいたわね。そう、ウェザリアで学んできたナミがそう言うなんて相当ね。その研究の結果あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。とんでもない技術だわ。とにかくでかいキューブをなんとかしねえとな。でも、どうすりゃいいんだ。ま、いろ。何すんだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやれ。お前ら、いい加減にしろ。何しやがれ。手伝ってやってんじゃねえか。どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。やっぱりだ。こっちの方からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。リム、どこだ。見て、小さな砂浜のところ、奥にいるの、そうじゃない？どれどれ？ああ、あれはリムで間違いねえな。待って、ルフィ。あそこにいるの、リムじゃない？聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。きっとワフルドのためになってくれると思う。残念だけどまだ私は彼を信用できないの。彼の行動を裏付けるのは彼の言葉だけだもの。
でも。あ、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。なんだここは。なるほど。でも、ここはキューブを自由に扱える空間よ。私たちはここを。すげえ！不思議空間だな。不思議。まあ、呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。ここから思い出の世界へと旅立ってもらうわ。思い出の世界？ええ、あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。思い出の世界ね。旅立ってからどうするの？聖火の踏襲。かつてあなたたちがそうしたように思い出の世界で成し遂げたことをもう一度やるのよ。ただ、思い出の世界メモリアはあくまであなたたちの記憶から体験した様々な現象が事実と異なる形で現れることもあるわ。だって、記憶って曖昧なものでしょ？メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより、体験した方が早いわ。
失った力を取り戻すべく、ワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味は、アディオの協力で巨像を倒し、最初のキューブの奪還に成功した。しかし、事態は思わぬ方向に進んでいく。自称、砂の王国、思い出のアラバスタ。あの時、言ったよな。お前を超えていくって。ちゃんの国か。しかし本当にこれが思い出の中なのか。すごいわね。本物の菜の花の港町と変わらない。ここはアラバスタというのね。あなたたちはここでどんな冒険をしたの。どんな冒険って言われても一言では難しいわね。具体的にこのアラバスタでしたことを思い出して。ビビちゃんを助けるためにアラバスタにやってきたんだったな。そうだな、バロックワークスがアラバスタを乗っ取ろうとしていたから。それを防ぐために戦って。犠牲はたくさん出たけど、クロコダイルを倒してどうにか戦いを終わらせられたのよね。明確なのはそれね。そのクロコダイルを倒したというのがあなたたちがここでした一番大きなことよ。じゃあもう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。簡単じゃねえか。やることが分かったんならとっとと行くぞ。待って、まだ言っておかないといけないことがあるわ。この世界はあなたたちの記憶で作られているけど、前と全く同じことが起きるとは限らないの。どういうことだ。ここは俺たちの記憶で作られてるんだろ。だからよ、記憶って曖昧なものでしょ。それにこれから起こる出来事も現れる敵も現実より厳しいものになっているはずなの。え？そりゃどういう仕組みだ。簡単に言うと、あなたたちが強くなった分、記憶の中の敵も強くなってるってこと。そうなのか。俺たちが強くなった分、クロコダイルも強くなってやがるのかよ。でも待って、今の私たちって前より弱くなってるんでしょ。ええ、その通り。メモリアを作っているキューブは完全なあなたたちから取り出したもの。つまりあなたたちは不完全な状態で以前より強くなった敵と戦うこと。そんなの不公平じゃねえか。それでもこれがメモリアの仕組みだから。マジかよ。なんだかよくわかんねえけど、まあいいじゃねえか。まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。行こう。
それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。だいたいここはあの時のアラバスタのいつの頃の世界なんだ。まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。そうか、ロビンはバロックワークスにいたんだもんな。